ゆかりなき16です。お願いします。ありがとうございます。参院選盛り上がってますよね。盛り上がってたっけ。盛り上がってる気は全然しなかったけど、前回盛り上がってましたから。あ、そうなの。投票率何パーセントか知ってます？知らないけど 48.8%。 そんなもんなんだ。静かにしてますけども、あなたたちのせいですから、ね、怖い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 。まず大前提として、自分の一票で変わると思ってない人が多いんですよ。その中でわざわざ自分の時間を割いて投票に足を運ぶっていうのは、それコストパフォーマンス的に悪いっていう考えだったり、それこそ今めちゃくちゃ暑い中でわざわざ投票所に行きたくないっていう人も多いし、やっぱりわざわざそのメリットを感じられないものに時間を割くってところがやっぱ一番課題なのかなっていう。例えばその巨人阪神戦移動式期日前投票所で組まれる投票済書には、例えばその巨人の例えば坂本選手のデザインが入った投票済書をそれ用に作るとか、そういうなんかプレミア感みたいなのがあると、なんかそれ目当てに投票行く人もいるんじゃないかなっていうふうに思うので、非日常空間で、まあそれこそやっぱりこうもうお祭りなんですよね。こう文化祭の雰囲気みたいなのがあったりして、やっぱりその校舎をなんかとにかく当選させるために、もうみんなこうランナーズハイみたいな状態でこうなんかアドレナリンがめちゃくちゃ出るんですよ。で、まあ、それこそ非日常空間で言うと、もう事務所の中に あのスパイがいたりとか、スパイがいたりとか、もう本当にありえない嫌がらせとか起こったりとか、本当無料で体験できるディズニーだと僕は思ってるんで、はい。で、実際あと、恋愛が結構生まれやすかったりとか、そこの中で。結構カップル生まれやすいんですよ、そこで。ほんと文化祭の中実行委員がものすごくカップルできるみたいな感じで、秘書とかになると大変なので、そこまで関わるとあれなんですけど、ボランティアスタッフとかだったら、もうすぐ楽しいと思います。はい。知らない問題でも笑いまでしっかり持っていけるっていうところまで持っていきたいなっていう。今はどちらかというと、まだ皆さんが知っている問題を取り扱って喋ってるっていうのが多いんですけど、本当にマニアックな社会問題とか扱って、そこを笑いに持ってって皆さんに知ってもらえるっていう流れなのが、やっぱこう一番漫才師が必要な社会に役立つことなのかなっていうふうに思っているので。長島候補の選挙事務所に後援会長が現れました。どう対応する？どう対応？ A、挨拶する。B、無視する。無視は？C、椅子に座ってもらってペットボトルのお茶を出す、うん、どれに出しますか。やっぱこうもてなした方がいいと思いますから、うん、椅子に座ってもらってペットボトルのお茶を渡す。長島候補は公職選挙法第139条飲食物の提供の禁止に抵触いたしました。逮捕です。逮捕されんの。ゲームオーバー。難しいだろお前。